こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました、越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。本日はトルコ、シリアの大地震についてお話をお届けしたいと思います。まずはトルコの多くのお亡くなりになった皆様にご冥福をお祈りいたします。コメント欄でも、たくさんのコメントをいただきました。トルコ、シリア大地震について解説をしてくださいという。このトルコの地震というのが想像以上に被害が拡大してきているという状況で、一刻も早く救援活動と支援活動が必要となってきているという。このエリアはもともと地震多いエリアなんですけれども、今回の地震非常に大きな地震ということで、ちょっとその被害の様子を皆さんにお伝えしていきたいと思うんですけれども、まずはこちら、トルコのエルドアン大統領が地震の被害を受けた地域に到着したということで、エルドアン大統領が最初の震源地、トルコ南部のカフラマンマラシュという都市を訪れたんですけれども、被害状況を確認して、トルコ政府が発表しているという、日々アップデートされているその被害状況なんですけれども、死傷者数がどんどん膨れ上がっているということで、現時点で死者数が1万1200人を超えたと。マグニチュード 7.8 という巨大地震で、トルコ側で8574人、シリア側で2662人が死亡し、合計で11,236人となっていると。エルドアン大統領の発表によると、被害を受けた地域を1年以内に再建するということを、必ず果たすということを発表しているわけですけれども、この地域ね、山岳地帯なんですよ。シリア・トルコの国境地帯、こういった高い山がある山岳地帯なんですけれども、その山の麓にある町がカフラマンマラシュ。で、シリア側では、アレッポというところなんですけど、このアレッポなんかに関して言うと、戦争をやってる中でなおかつこういった地震が起きているという、非常にこの悲惨な状況になっているわけですけれども、2月の6日に起きた最初の地震がマグニチュード 7.8 で、その次に2回目にまた大きな地震がやってきて、それがマグニチュード 7.5 という、このトルコのカフラマンマラシュという町、こういった山あいの地域なんですけれども、アゼルバイジャンからやってくるバクートビリシュカルス鉄道という、国際貨物鉄道の、拠点でもあるので、今後鉄道貨物の物流なんかにも非常に大きな影響を与えるんじゃないかと言われているんですよね。それと、あとこういった山あいの地域なんで、救難活動が非常に難航していると。この要は道路が封鎖されて、この町に必要な物資が十分に運べないという状況なんですよね。その空港や道路とか、そういったところに非常に大きな問題が発生してたんですけれども、その状況は急速にまず改善されつつあるということで、トルコ政府は発表しています。で、この地震がこの10年間で最も死者数の多い地震となったということで、地震の規模のみならず、この発生した時期と発生した地域、これが山岳地帯の、なおかつ非常に寒さ厳しい雪の降る真冬に起きたということでね、二次災害が非常に大きく広がっているわけですよ。ニュース記事によると、母親の死体にへその緒がついた新生児が瓦礫の下で発見されたとか、非常に悲しいことが起きているわけですよね。地震が起きた時に出産されたんではないかなということなんですけれども、その道路が分断されているとか、雪がまだまだ残っているとか、そのような状況の中で孤立した地域というのもいくつかあって、で、一部の道路が通行不能になっていて、食料や援助物資の配達が遅れていると。だいたい地震というのは発生から72時間経った後というのが、非常に死者数が増えてくる、そのタイムリミットと言われてるんですけど、発生から72時間というのが、日本時間で今日の朝10時が72時間のタイミングなんですよね。で、今後その瓦礫の下とかから、いろんな方々の遺体なんかが発見されてくる可能性非常に大きいんですけれども、死者数は8倍にも上る可能性があるということで WHO が発表しているので、現在1万人を超えているので、ひょっとしたら7万人8万人という、そういった死者数が今後見込まれるかもしれないという。越境 3.0 チャンネルでもこれまで何度か解説してきましたけれども、日本とトルコというのは非常にこの絆の深い友好国であって、それは130年前のエルトゥールル号事件、日本人のその和歌山県串本市の漁民たちがトルコ人を助けた、遭難したトルコ人の船からトルコ人を救出したと。それで、明治天皇が用意した軍艦で、生存した人たちをイスタンブールに送り返したという、30日間トルコ人を手当てして、1日も漁に出ることなくトルコ人をずっと面倒見てたという、そのような事件がエルトゥールル号事件なんですけども、それに対して恩返しをしたいというトルコ人の思いがあって、イラン・イラク戦争の時にイランのテヘランに残された日本人を救出するために、日本政府が救助の飛行機を出すことができなかったんですよね。その当時日本がその長距離それだけ飛べる飛行機を持ってなかったということがあって、で、そこで
民間のその日本航空 JAL にお願いしたところ、 JAL がそれを戦場に民間機を運ぶことはできないということで、まあ、断ったという背景があるんですよ。その中で救いの手を差し伸べたのがトルコ航空なんですね。トルコ航空ももちろん民間の航空会社なんですけれども、トルコ人だけではなくて日本人も救わなければいけないということで、追加でトルコ航空がテヘランに救援の飛行機を送ったということで、まあ、トルコの人たち日本に恩返しをしてくれたわけですけど、まあ、これは海難1890という映画を見ると、そのトルコ人の愛情、その奇跡の友情というのがもう非常にもう涙なしにはもう見られないような、まあ、そのような映画なので、まあ、日本人はトルコ人のことを救ったけれども、トルコ人もその時にたくさんの日本人を救ってくれてるんですよね。だから今回日本がトルコを救う番ではないかと、日本がトルコに恩返しをする番ではないかと、まあ、今日の夜の10時の YouTube ライブでアゼルバイジャン人のアリベイ・マンマドフさんをお招きして、このトルコシリア大地震に関していろいろと詳しい情報を皆さんにこのライブの方でお伝えしていきたいと思うんですけれども、まあ、今日この動画ではちょっとぜひ皆さんに少しでもいいのでトルコに対して皆さんの気持ちを、恩返しの気持ちというのを少しでもトルコに対して寄付をしていくということがまず我々ができることなんではないかなと思って今日この動画を作成しています。トルコ大使館をはじめとして多くの国際機関がこのトルコシリア大地震に関して寄付を募っているんですけれども、僕も先ほどトルコ大使館を通じてわずかですが寄付を行いました。なのでぜひ皆さん、このトルコに少しでもこの支援が行き渡るように、まあ、皆さんもご協力いただけたらと思います。トルコ大使館のホームページからその寄付ができるんですけれども、今トルコ大使館のホームページがちょっとアクセスがなかなかしづらい状態で、かなりこのページの表示されるのが重い状態なんですけれども、ちょっとそちらを通じて皆さんにもご協力いただけたらと思います。まあ、エルトゥルル号事件があって、イラン、イラク戦争があって、で今度我々がトルコに対して恩返しをしなければいけないと、まあ、そのように思っていますので、ぜひ越境 3.0 チャンネルをご覧の皆さんにもご協力いただけたらと思います。ということで、このトルコシリア大地震の現状とか、あと今後の、まあ、動きに関して、また今日夜10時の越境 3.0 YouTube ライブの方で詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひライブ放送の方もご覧いただけたらと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をいただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。